なんか今日は朝から機嫌がいいな。下品な男ね。趣味悪いわよ、はるか。なんでもないよ。ところで、それ何？森谷さんのお土産に、昨日ホテルで買ったお菓子。喜んでくれるかな。この地区周辺で起きている通り魔事件に新たな展開です。なんかあったのか。なんだ、どうした。森谷さんが逮捕された。聞かせてもらえないかな。でないとあの怖い顔したおじさん、山さんって言うんだけど、怒られちゃうのよ。お腹とか空いてない？空いてるよね。よし、何か頼もうか。森谷！何？ここに本当に森谷がいるのか。かすかだけど、こっちから森谷さんの心の声がするの。そうか。んじゃあ、聞こえるか、森谷！俺だ、真鍋だ！あと、琴浦もいるぞ！聞こえたら返事しろ！真鍋、琴浦さん。真鍋！琴浦さん！私、何もやってない！違うの！私はあなたたち大声出して何してるの？ここから先は関係者以外立ち入り禁止だぞ。すいません、もう少しだけ。聞こえた。今度ははっきり。森谷さん、私ちゃんと分かってるから。森谷さんが巻き込まれただけだってこと知ってるから。森谷！森谷さん！聞こえてるか？森谷！友達？すごいことするね。無茶するね、君たち。あなたたちも捕まるわよ。その森谷さんが逮捕されたって聞いて、頭の中が真っ白になって思わず。琴浦の剣幕に逆らえず、つい心配する気持ちもわかるけど、度が過ぎるとああなっちゃうよ。はい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 、日和を解放せよ。仲間に入る？で、確認するけど、森谷さんは通り魔事件の犯人として逮捕されたのよね？はい。今朝、校門の前で、警察やテレビの人たちが心の中で。でも違うんです。だって本当の犯人は、あの時。わかってるわよ。とはいえ、ダメ元でそれを警察に伝えようにも。あれじゃね。ごめんなさい。ん？どうしたの、室戸くん。みんな、あれ。
この間の刑事さん、森谷さん、まあ、うん、俺がバカだからかここら。いや、考えてみたら昨日の夜から何も食べてなくてさ。まあ、でも元気そうでよかった。大したことないわよ。こう言うけどね、さっきみんなの声を聞いた時はワンワン泣いてたんだよ。ほほー、やめてよ。今さらですが、僕らをここに通して大丈夫なんですか？バレなきゃいいんじゃない。それに友達がいてくれた方が森谷さんも話しやすいでしょ。一応本気で言ってるみたいです。で、そもそも森谷さんは逮捕されるような何をやったわけ？それは、琴浦さんが犯人を知っているっていう噂、あれ私の友達が縄しまってたんです。私噂を流すのやめさせようとしたんですけど、うまくいかなくて、それでその子の行きそうなところをあちこち探し回ってたら、通り魔に襲われて怪我をしたお友達を発見して逮捕されたってわけね。でも第一発見者っていうだけで逮捕されたりするものかな。それについては証言が取れてね。なんでも容疑者が被害者に殺してやるとかすごい剣幕だったとかで。あいつ、いい加減なことを。そんな、私の噂をやめさせようとしたせいで森谷さんは。琴浦さん、森谷さんは犯人じゃないです。だって私、本物の犯人を知ってるんです。え？面白そうな話をしてるじゃねえか。犯人のこと何か知ってる風だが、俺にも聞かせちゃくれねえか。はい。おい、いいのか琴浦。うん、平気。実は私、月野、さっさと帰ってもらえ。嘘じゃないです。私本当に人の心が読めて。悪いが、子供の遊びに付き合ってる暇はないんでな。待てよおっさん、琴浦がどんな気持ちで全部さらけ出したと思ってんだよ。真鍋君。そうね、じゃあ刑事さんにも試してもらいましょう、琴浦ちゃんの超能力。俺の心を読むってか。ははー、そいつはおっかねえな。さあ、遠慮はいらないわ。はい。最近はお小遣いを減らされてやりくりが大変。お、血が悪化してトイレが辛い。汚れた下着を奥さんが洗濯してくれない。ちょっと、仕事で遅くなった夜、夕食の代わりに記入済みの離婚届が置いて。うわー、やめろー、やめてくれー。高三だ、もう勘弁してくれ。森谷さんを釈放してくれるんですね。悪いが、それとこれとは別問題だ。なんでですか。社会的に認められていない以上、超能力は証拠にならないですか？そういうことだ。それにな、俺ら警察にだってメンツってものがある。超能力なんて得体の知れないもんには頼れないのさ。警察のメンツ？散々利用した挙句母を見殺しにしておいて。部長、一体何のこと？この間からどっかで見た気がしてたんだが、君はまさか。娘です、三船千鶴の。そうか、あの千里眼の。うん、行きましょう、みんな。いや、でも、琴浦。そうだね、そろそろおいとましよう。千里眼の三船千鶴ってや、警察関係じゃ割と有名でな、捜査に協力してもらったこともある。もちろん非公式だが、だからこそ彼女がペテン師扱いされた時も知らぬ存ぜぬを通すしかなかった。とはいえ、俺も超能力なんざなんだかんだで信じちゃいなかったがな。
あの子たち、なんで彼女と一緒にいられるんですかね。何にせよ説教だ。証言取れたからいいじゃないですか。勘弁してくださいよ。私何もできなかった。森谷さんが捕まったの私のせいなのに。バカ言うな。琴浦は何も悪くない。ま、彼女の無実は明らかだね。じきに容疑も晴れるさ。やっぱり私たちで犯人を見つけちゃおうか。警察は頼りになりそうもないしね。いつまでも森谷さんを逮捕させたままにしておくなんて胸が痛いわ。ユリコ、君は。森谷さんのためにも今こそ超能力を役立てるチャンスじゃないかしら。私の力を役に。私やります。少し怖いけど、私の力で誰かを助けられるなら。安心して琴浦ちゃん、ESP 犬が総力を挙げて協力するから。部長。俺は反対だ。真鍋くん。超能力を使った犯人探しなんて俺は断固として認めない。真鍋くんは？もしかしてあれからずっと？はい、一言も。バカなだけに一度こうと決めたら相手が琴浦君でも徹底するんだね。彼、琴浦が犯人を探す必要なんかない。でも森谷さんは私のせいで。何度も言わせるな。悪いのは琴浦じゃないし、森谷だってそれは分かってる。大体犯人の心を見ただけで気絶するような奴に何ができるって言うんだよ。そんな言い方。心臓が止まるかと思った。あんな琴浦二度と見たくねえ。真鍋くん、それでもだよ。これはきっと私がやらなきゃいけないことだから。またそうやって全部自分が悪いって一人で背負い込むのかよ。家出した時から全然進歩してないなお前。自分にできることをやりたいって思うことがいけないの？それが友達や先輩の助けになるならなおさらだよ。危険だって分かってるのにやろうとするのはただのバカだ。バカじゃないもん。もういい。こんなに言っても分かってくれない真鍋くんなんて大嫌い。え？そうですか。じゃあ勝手にしろ。いいよ、勝手にするから。真鍋くんも勝手にしてればいいんだ。うん、とどめ刺したの君だよね。やっぱりそうでしょうか。いない人のことはしょうがないわ。私たちで見つけ出すのよ、この町に潜んでいる通り魔犯をね。あの、この印は何ですか？一連の犯行現場と琴浦ちゃんが犯人とすれ違ったポイントよ。これを見る限りやっぱり犯人は町のどこかにいるわね。琴浦君と犯人が接触した繁華街はここらで一番の人口密集地だ。犯人はここで被害者を見繕っていたんじゃないかな。繁華街なら標的である女子学生に事欠かない。よりどりみどりってやつね。そのまま尾行して人気のないポイントで襲撃ってところかな。ねえ琴浦ちゃん。はい、別に真鍋くんのことを考えてたわけじゃ。今日はもう上がっていいわよ。いえ大丈夫ですから。正直な話、琴浦くんの仕事はもう少し先でね。今は少しでも休んでいてほしいな。はい、それじゃあ失礼します。なんか昔に戻ったみたいね。ああ、最初は君と僕だけだった。そこへ本物の超能力者琴浦ちゃんが現れて、真鍋くんや森谷さんも入ってきて楽しかったわ。ずっとそんな生活を続けるのも楽しいけど、やっぱりダメ。どんなことをしても私は。今度こそ軽蔑した。前にも言ったよね、僕は君のことを肯定も否定もしない。ここにいるのは僕の勝手だから気にしないで。
人気のないポイントで襲撃ってところかな。早く帰ろう。落ち着いて、私スキムだよ。その騒いでごめんなさい。こっちこそ驚かせちゃったみたいだね。聞き込みの途中偶然見かけたからさ。あの、森谷さんはどうしてますか？すごく元気よ。っていうか、元気すぎかな。森谷さんに伝えてください。私たちが本当の犯人を見つけてすぐに無実を証明するからって。それってどういうこと？月野さんも私の力見ましたよね。私なら犯人の声も聞こえるから。いやいや、ただの学生がそんな危険なことに首突っ込んじゃダメでしょ。でも私決めたんです。なんで？超能力を自慢したいとか？私この力のせいでずっと一人だったんです。ん？でもこの街で出会った人たちは私が変わるきっかけをくれました。おかげで私は一人じゃなくなって、だから今度は私が助けてあげたいんです。ごめん、よくわからないわ。え？私友達とかいないから。さらっと重いこと。でもきっといい友達なんだろうね。はい、私にはもったいない。だってみんな平気な顔であなたのそばにいてくれるんだもんね。うんうん、友情って素晴らしいな。悪い人じゃない、少し正直なだけ。友達いなくて寂しくないのかな。とにかくあとは警察に任せてね。ご心配をおかけしました。同じ手口の事件がまた起きたから釈放されたんだよね。そうみたいです。まあ被害者に悪いんであんまり喜べないんだけど。疑いが晴れたのは素直に喜びましょう。私たちの出る幕はなかったわね。何のことですか？森谷君を助けるために僕たちだけで犯人を見つけようとしたんだ。無茶しますね。あの犯人探し続けませんか？え？いいの？ありがとう。そういえばさっきから気になってたんだけど、真鍋は？え？その真鍋くんは？ごめん、ちょっとお手洗い。私のせいで琴浦さんと真鍋が。あの二人なら大丈夫よ。だからね森谷さん、これをチャンスとか思っちゃダメよ。え？わかってますよ。あれから琴浦さんにも反応なしか。通り魔事件もパタッとやんだし、もうこの町にはいないのかもね。月野さん。はい、琴浦です。こんにちは。その後どんな感じ？それが全然わからなくて。ん？森谷さんのことを聞いたんだけど。ん？まさか本当に犯人探しを？言ったじゃない、危険なことはダメって。そもそも森谷さんが釈放されたのにまだ犯人を探す必要があるの？あります。とにかく犯人探しはもうやめて、特に2丁目の裏手あたりは絶対近づいちゃダメ。まだ容疑者が潜伏してるって情報があるの。約束だよ。いいね？待って、月野さん。刑事さんがどうしたの？私たちが犯人探ししてるのバレちゃった。それで二丁目の裏手が危ないから近づいちゃダメだって。これはチャンスね。
部長？ダメです、そんなの危険すぎます。自分をおとりにするなんて。え、今しかないのよ、超能力を。母を嘲笑った人間を見返してやるには。みんな力を貸してくれるわよね。夜だっていうのに結構人が多いわね。まあここらで一番の繁華街だしね。コトーラさん、コトーラ君、あいつ確かに何やっていたな。やっぱり嫌だった。なんで、なんで犯人が部長の名前を知ってるの。やっぱり来たかってどういうこと。落ち着いてコトーラ君、今言ったことは本当なのかい。室戸先輩、部長が。どうして、なんで。コトーラ君、室戸先輩。犯人の居場所は分かるね。はい、もう少しだからね。お母さん、琴浦ちゃんがお母さんと同じ本物の超能力者が手伝ってくれる。そうすればお母さんを否定した奴らの花を明かすことができるんだよ。だから見てて、お母さん、お母さん。ユリコ！俺はもうダメだ。少し見ないうちに何があったの。エロス弁が足りない。真鍋くん、エロス欠乏症にかかって。あ、次回もエロスないから。ガッブアハッ。